今回はグリフスを使った外事政策のようなものをやってみたいと思います。グリフスが広まりかけたときにですね、 DTP のオペレーターさんが、自分の組み合わせの作業のときに足りない文字をですね、特別に作るためにグリフスを使っているという話を聞きましたので、自分でもそれをやってみようと思います。ここにサポートされていない文字を作るときは、ここのフォントのグリフを追加のところに行って名前を入力します。名前がわからない場合は、その欲しい文字のユニコードの数字を入れます。ユニの後に、数字、例えば今回郵便マークが欲しいので郵便マークのユニコード3012を入力します。そうすると、郵便マークの空欄ができます。ここのグリフを追加では、複数の、ユニコード名を一気に入力することができます。3013、ユニ3014、ユニ3015と、ポンと。まあ、こんな風にですね、3つ今、グリフが自動的にできました。で、自分の欲しい文字のユニコードの数字がわからないときには、僕はいつもユニコードチェッカーというのを使っています。ちょっとここにないですね。ユニコードチェッカー。ここに例えば、海という漢字のユニコードの値がわからないときは、ここに直接海と入力すれば、ここに表示されます。6D77 ですね。グリフスに戻って、U26D77 と入れれば、その文字が得られます。ちなみにユニコードチェッカーは逆にですね、ユニコードの数値しかわかっていない場合にも有効です。例えば1822ってなんじゃらほいと。なので調べたら、モンゴル文字のイですね。というのがわかるようになっています。またグリフスは、ここにちっちゃい矢印が各文字に表示されますが、これを押すとですね、ユニコードチェッカーに飛ぶようになっています。つまりグリフスとユニコードチェッカーはちゃんと連携するようになっていますので、グリフスをインストールされた方はぜひユニコードチェッカーも合わせてインストールされることをお勧めします。それではちょっと郵便マークを書いていきましょうかね。長方形ボン、長方形ボン、長方形ボン。とりあえずこんな感じでいいですかね。せっかくなのでちょっと顔にしてみたいですね。ポンポンポンで、これを選んでフィルターカーブのオフセット、ここを4040、いや鍵マークつけちゃえで、ストロークを作るとすれば自動的に、このような顔、口が得られます。あとは丸を書きましょう。88。まあ、これはいいですかね。こんなもんで。コピー、ペーストして、シフトを押しながら、矢印キーを押せば10の単位で移動できます。コマンドを押しながらですと、100の単位で移動できます。こんな感じですかね。あとは、全部を一旦中揃えしたいので、ちょっと目ん玉だけ外して、中揃えをしましょう。ここのパレットにある中揃えボタンを押します。こうなると綺麗に中揃えしましたね。こんな感じでしょうか。あとは、和文の、グリフは全角、まあ、通例全角であることが多いと思いますので、ここを全角の値、線と入力します。あとは真ん中に持ってきて、重なったパスをこう合体して、これで完成ですね。あとは、文字情報に、例えばこれは今回は外字フォントですので、適当に外字1とでも入力します。あとは、フォントを出力すれば、これに従っていけばですね、ポストスクリプトのオープンタイプフォントが出来上がりますので、インデザインの例えば合成フォントとかで組み合わせて使っていただければいいのではないかと思います。